1944年のワールドシリーズは、1944年10月4日から10月9日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである。第41回のワールドシリーズ。アメリカンリーグはチーム創設44年目にして初出場を果たしたセントルイス・ブラウンズとナショナルリーグは前年に連覇を逃したセントルイス・カージナルスの対戦となった。結果は4勝2敗で、セントルイス・カージナルスが2年ぶり5回目の優勝。両球団とも同じスポーツマンズパークを本拠地としており、すべての試合が一つの球場で行われたワールドシリーズとしては、ポログラウンズで行われた1921年と1922年以来3度目である。表中の R は得点、H は安打、E は失策を示す。日付は現地時間。勝ち、デニー・ゲールハウス杯、モート、クーパー本塁打、SLB、ジョージ・マックイン SLC なし観客動員数 33,242 人、マサル、ブリックス・ドネリー杯、ボブ・モンクリフ本塁打、SLB なし、SLC なし観客動員数 35,076 人、マサル、ジャック・クレーマー杯、テッド・ウィルクス本塁打、SLC なし、SLB なし観客動員数 34,737 人、マサル、ハリー・ブレッチェーン杯、シグジャッキ本塁打、SLC、スタン・ミュージアル SLB なし観客動員数 35,455 人、マサル、モート・クーパー杯、デニー・ゲールハウス本塁打、SLC、ダニー・リトイラー・レイ・サンダース SLB なし、観客動員数 36,568 人、マサル、マックス・ラニア負け、ネルズ・ポッター S、テッド・ウィルクス本塁打、SLB なし、SLC なし観客動員数 31,630 人。ありがとうございます。